金当たるーマイナスは、大韓民国の元プロ野球選手、野球指導者。現役時代は、半はじめ銀行などの実業チームでプレーし、引退後は、久保リーグの複数チームの監督や、野球大韓民国代表の監督を務めた。現在、韓国野球ソフトボール協会の会長を務める。1940年、日本統治下の平安南道平原で生まれ、 富山商業高校卒業後に渡米し、アメリカ合衆国ジョージア州のジョージアサザン大学を卒業。1983年から2000年まで18年間のプロ野球経てタイガースの監督を務め、9度の韓国シリーズ優勝を果たす。2000年のシーズンが終わった後、金城館に監督を渡し、ライバルチームサムスンライオンズ監督に就任する。 2000年、韓国代表監督に選任され、銅メダルを導いた。2002年の韓国シリーズで、再び優勝し、韓国シリーズ通算10回目の優勝を記録した。2004年11月9日に、契約期間を1年残して退き、球団社長に昇進した。2010年末に社長を退き、サムスンのコンサルタントとして過ごした。2012年10月8日、 ハンファイーグルスの新監督に就任した。しかし、ハンファは2年連続再開という成績を残し、2014年10月17日、2年契約満了でチームを去った。ありがとうございます。